皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はアルカリさんとのコラボで作らせていただいた第2弾のバッグなんですけど、私がこちらのバッグの使っているんですけれども、こちらのバッグの中身紹介をしていきたいと思います。はい、ということで今回アルカリさんとのコラボ第2弾で作らせていただいている白猫ちゃんなんですけれども、バラとリボンがあしらわれたすごくパステルカラーの可愛らしいデザインになっていて、私は今こちらのロングの、ピンクを着用しています。そして今回は、同じ生地でこちらのバッグも3色展開で作っております。で、今私が持っているものがピンクのカラーになるんですけれども、こちら、両方にねポケットがついています。なので、まあ、どっち向かせていただいてもいいんですけど、ここにねタグがついている感じになっております。そして中なんですけれども、今回、タブリエでも作らせていただいたドットチュールがこうキュッとなるようになっているので、防犯対策もしっかりできます。でこう巾着タイプになっていて、中を開けるとこう物が入るような形になっていて、一応 A4 サイズもしっかり入るようになっています。であとは肩からもねこうかけれる長さになっているので、割と重い荷物を入れても持ちやすいようになっています。そして、私の今日のバッグの中身を紹介していきたいと思います。まずは今ファイルに何も入っていないんですけれども、 A4 サイズも入りますということでこちらを入れておりました。結構通勤通学でも使えるように A4 サイズが入るようなバッグになっています。そして続いてはこちら充電器系になります。この中には充電器とエアポッツなどなどを入れています。それと今日はアルカリさんの、インスタライブがあるので、ちょっとコテ、髪の毛を直したいなと思ってコテを持ってきました。あとはちっちゃい麦茶、これペットボトルや傘なども、日傘とか折りたたみ傘も入るようなサイズ感になっているので、500のペットボトルも入るのかなと思います。あとはポーチです。はい、こちら島村さんとのコラボのポーチなんですけれども、結構今日は撮影もあるので割と大容量にお化粧品を入れております。とあとはこの中にもいろいろ入ってます。巾着と、これはマイメロちゃんの巾着というかポーチなんですけど、この中は薬とかあと飴とかガムとか入れてます。これは本当に毎日持ち歩いている必須アイテムになります。今日はこんな感じで、まだまだ入るんですけど大容量に入るバッグになっていて、今回はサコッシュも作らせていただいていて3色展開になっているんですけど、私はピンクのワンピースを着ているので、こちらピンクのサコッシュを合わせてます。ちなみにこちらドットチュールになっているのですごく可愛いですよね。今回の、お袖にもドットチュールがついているのですごく合わせが可愛いかなと思います。でこちらのサコッシュもこっち側にポケットがついているのと、こっち側にも入れることができるので、スマホとかあとは、お財布、私は今このお財布を入れているんですけれども、スマホももちろん入るので、すぐに取り出したいアイテムとかリップとかもそうなんですけど、化粧品をちょこっと入れて、あとはお財布とスマホを入れてこう持っていただく。でこちら無地で、まあ、ドットチュールになっているので、どんなお洋服にも割と合わせやすいかなと思いますし、今回作らせていただいたタブリエもドットチュールになっているので、タブリエとセットで持っていただいても可愛いと思います。はい、こちらがお財布、これで私のバッグの中身は全部になります。すごくたくさん入るバッグなので、ぜひぜひこちらもご予約アイテムになっているのでゲットしてみてください。こちらがバッグのご紹介になります。
今回のバッグは3色展開になっていて、私が先ほど持っていたのがピンクです。そしてこちらが赤、そしてこちらがブルーサックスカラーになっています。3色ともワンピースと同じ生地になっているので、セットでゲットしていただけると嬉しいです。そして中身なんですけど、すべてドットチュールがこのようについていて巾着っぽくなるので、上が防犯対策もしっかりできるようになっています。だから中もねすごく可愛いです。ポケットもこっち側とあとこっち側にも両方ついているので、取り出しやすいものをここに入れとくとすごく便利です。続いてこちらはサコッシュになります。こちらも色展開同様で3色展開になっています。こちらのサコッシュはこのドットチュールがリボンになっているところがポイントです。どれも同色の感じになっているので、あとタブリエと同じ生地になっているので、タブリエとセットでつけていただくとより可愛らしいと思います。こちらのサコッシュはここにポケットがついているのと、あとこっち側にも物が入って割と大容量に入るので、スマホやお財布、あとちょっとしたリップとかも入れていただけます。あとアクセサリー感覚でもつけていただける可愛いバッグになっています。はい、こちらが今日のラインナップになります。今表参道ピンクハウス表参道さんにて展示がされているんですけど、ご覧ご試着できるので、よかったらピンクハウスさん表参道店の方にいらしてみてください。実際に見ることができます。こちらミリタケの胸元はこんな感じです。ここがボタンになっているのでかぶりできるタイプになっていて、お腹の部分でキュッと締めることができるので割とサイズ調整できます。で今回のミディに関しては半袖、ちょっと長めの半袖みたいになっているので、夏に1枚でもさらっと着れます。続いてピンクです。ピンクもこんな感じです。で、だいたい12センチぐらい違うので、ミディとロングの長さがなので、お好みに合わせてミディまたはロングで選んでいただけます。続いてロングの胸元はこんな感じです。ドットチュールがついていて、ここのリボンの部分は取り外し可能です。この辺にピコット刺繍になっていたりとか、あと胸元のボタンなんですけど、これがお花のボタンになっていて、ロングの場合は全部開くようになっているので、中にペチスカートなどを履いて重ね着していただいてもとっても可愛いです。そしてロングの場合はこのように長袖タイプになっています。で、お袖の部分もドットチュールになっていたり、フリル、レースがついています。そして続いてこちらがきなり系のカラーになります。こちらもドットチュールはきなりになっていて、猫ちゃんのこうリボンとかはバラなどは赤系になっているので、小物を赤などで合わせるととっても可愛いと思います。そして袖もこんな感じで可愛くなっています。そして今回タブリエも作らせていただいております。こちらブルーのタブリエはブルーと合わせていただくととっても可愛いです。そしてこちらきなり系のタブリエは割と何でも合うんですけど、こちらきなり系の色と合わせていただくと可愛いです。そしてピンクのタブリエはピンクのワンピースと合わせていただくとより可愛らしいと思います。はい、こんな感じでタブリエはフリルの量がね、かなりあるので、すごくゴージャスに見えるところがポイントになっています。で、胸元はこんな感じで、胸元もすごく可愛くて、ここでキュッと縛ることができるのでサイズ調整もすることができるようになっています。はい、そして今回ミディタケのブルーをピンクハウス表参道店の
タッフの方に来ていただきました。こんな感じです。かわいい。そして、バッグも同じ同色のカラーを持っていただいています。で、中にペチスカートをちょっと覗かせてますね。これピンクハウスさんのやつになるんですけど、ちょっと長さが欲しい方は中にペチスカートなども入れていただくと少し出る感じになってゴージャスになるので、こんな感じで着ていただいても可愛いと思います。オンラインご予約期限は10月11日から10月の20日までになります。ピンクハウス表参道店でのイベントもあるので、詳細は概要欄をチェックしてみてください。今回アルカリさんとのコラボ第2弾キャットローズシリーズ、今回は3色展開でどれもとっても可愛い柄になっています。そして初めてのタブリエを作ったり、カチューシャや小物アイテムも充実しています。そして今回はミディ丈とロング丈の2つの丈、そしてデザインが発売されます。どれもとっても可愛らしいデザインで受注アイテムになっているので、ご予約いただければ必ず購入することができるようになっています。こちらのお洋服たちを受注いただくと来年の2月の下旬頃にお届けになると思いますので、ぜひぜひお楽しみに。ご予約受付中です。